あれ、髪型変えた？うん、まあ、そんなに変わってないかも。本当は髪の毛暗い方がヘアカットしてくれてるの。後ろのこのラインが結構強調されて、このヘアカットのなんていうの、デザイン的なこうセンスのやつが分かると思うんだけど、俺も年齢、実年齢に合わせて髪が白くなってるから、グレーになってるから、あんまりここら辺のラインが分かんないかもしれない。まあ今度髪の色変えちゃおうかな。俺はあのちょっとバカじゃないから、ちょっとベーカーだけ、ちょっとバカみたいな、あの鏡に映ってる自分にうっとりしながら、あの整髪料でいろいろやるのバカっぽいんだよね。バカっぽい。バカっぽいと思うから、もう洗ったらもうそのままあんま楽な方がいいんだなっていうな、残念で。ごめんね。あの俺あんまりうっとりしながらもう自分鏡と お話ししたくないっていう、ごめん悪いかったなって、もう髪型決めるのもう洗ったらそのままでいいんだなっていう、そんな感じ。めんどくせえよっていうな、整髪料な、もうまたシャンプーとかさ、もうなんでリンスとかね、トリートメントとか、めんどくせえなと思ってな、洗ってそのままできるような髪型にしてください。それで、あのそこのヘアカットのお店が結構センス良かったから、飛び込みで入って何時間後に来てくださいって言って行ったんだけど、まあ俺スケベだから髪伸びると早い、ここが伸びるの早いんだよ、ね、ここら辺がすぐもういいようにカットしてもらってもデザイン変わっちゃうんだな。本当は1ヶ月に1回だけじゃあのキープできないんだよ。切りっぱなしとかも洗いっぱなしとかにしてさ、まあ髪型に納得してみたいなの難しいからみたいな、まあそんなにこだわってないから、髪黒くした方がいいのかなと思ってな。ドンケンジョンヘイホーミー、 I'll change you, change my hey home myself。 めっちゃやるな。まああのおかしな、バレンタインポン引きじゃないから、ポン引きのバレンタインじゃないから、まあ君たちのキューピッド役はできないんだなっていうな、ごめんよっていう。